つ目のキーワードに行きたいと思います。サルサは私を裏切らない。はい、はい、もうあのいろんなことがあってもサルサは裏切らなかった。例えば、はい、そうですね、やっぱりこう当時いろいろ悩み、自分探しのね、はい、悩みを抱えてましたけども、うん、もうやっぱサルサを踊ると途端に元気になるし、うん、なんて言ったってねペアダンスがすごく素敵でに見えたんですね。はい、うん、あの音楽もいいしもうダンスの感じもいいし、そうやってコミュニケーションも取れるし、なんて素晴らしいものなんだろうって、うんうん、で本当にもうあのいろいろとなんかね恋にも悩みますよ。 その時期は年齢ですからね、はい、でもサルサだけはもう私を裏切らないと、はい、なるほど、もう絶対これは欠かせないもの、もう一生離せないものになりました。一生ものに出会ってしまった感覚。うそうですね、もう先ほどね札幌に戻ってきて、あの札幌のいろいろなサルサのお店に行って、サルサを楽しんじゃ2ヶ月に1回はすごいですねあの東京に通って、まあ、最新のサルサの風を浴びに行ったって感じですかね。そうですね、そうやってしてるうちに今度はこう教室を持つようになるんですよね。はい、そうですね、東京で私がこう感じてきたものをお友達にお話ししてたらば、はい、あそれをもっとあの習いたいわっていう人が出てきて、はいはい、であのレッスンをね始めるんですけど、こう公共施設とか借りてね、うんうん、やるんですけども、はい、あのそうなるとまたやはり昔教員志望だったので、はい、あ教えるというところがつながります、はい、なんかこういう、そしてやっぱりサルサはなんていうか生涯楽しめるもの、やっぱそういう一生涯こう体も心も健康でいられるっていう、うん、まあ、そういうようなものがあの日本人にとって必要じゃないですか、はい、なんか、はい、うんうん、すごく合致しますよね、サルサというのが、はい、なのでもともとなんかこういうのをなんか、うん、志したかったんだなって、はい、いうところにまたくるっと戻ってきた感じがしますね。あ、まあ、STV に入ってそうやっていろんな経験をして、はい、サルサとも出会ってそしてまた戻ってきたという、全てのものがなんかいい具合に、はい、あの私になんかいいものを与えてくれた感じがします。あのチーリアとかね、そういう、こう女性センターとかね、そういうところを借りてレッスンしてたようなんですけど、まあ、その頃レッスンに通った人たちもってすごい進んでるなと思うんですよ。思うけれどもどうですか、その生徒さんの様子は。やっぱり生徒さんも変化していったりしましたか。あ、生徒さんはもうかれこれそれで教え始めて13年ぐらいに、ね、なるんですよね、うん、そうしましたらやっぱりあのもうその当時学生だった人は立派な大人になるし、うん、あとは結婚したり、はい、お子さんを、ね、産んだり、うん、あと転勤したり、うんうん、で、まあ、あのどんどん周期で変わってはいくんですけれども、うんうん、まああのまあ、その中でもやっぱりずっとサルサと携わってる人は、サルサを軸にまたなんか自分の生活がねなんかこう、うん、やっぱ幸せになったりとか、サルサとしばらくもし離れていても、はい、なんかやっぱこの曲を聴けばみたいなところがね、うん、ありますよね。曲って私あると思います、はい、あのエルマンゴでレッスンを受けた時のアルバムをね買って家でも聴いてるんですけど、うんうん、やっぱりねちょっと元気になるんですよね。なんだろう、この音楽の力もありますよね、はい、そうですね、うん、であのこう精神科の先生なんかがおっしゃってたんですけど、はい、こうラテンの音楽を聴いてこうステップを踏むと、うん、あのセロトニンという物質が出る効果があるらしくて、はい、あのこう打つの時にこうセロトニン出すといいよっていう、うん、そうですね、はい、とかね、うん、あの太陽の、まあ、太陽の光浴びたりとか、はい、そういうのでも出るらしいんですけど、うん、このラテンの音楽はねそういう効果があるらしいんですよ。なのでやっぱりこうなんかちょっと落ち込んでる時とかも聞くとやっぱ元気になります、そして不思議なことに24時間聞いてても飽きない、うん、いや本当そうなんですよね、ですよ、うん、そうですよね。そう、うちなんてあの主人がキューバ人なので、はい、もういつでももうとにかく家の中でもパソコンから流れてくるものも、あの車のから流れてくるものも全部ラテン、はい、全部、うん、そうなんですよ。今ちょっとご主人話してたからついでに言っといちゃうんですけどご主人との出会いとか、はい、まあ、もうこちらのお店オープンの時には結婚されてたんですか。あ、そうですね、うん、まあ、あの主人と一緒に、まあ、店をあの始めた感じになります。はい、はい、どこ出会いとか、どういうつながりとか。キューバで出会いました。それ旅に出て、はい、旅に出て、旅行中で会ったんですか。はい、はい、そうなんですよ。そうなんで
ですか。私てっきりご主人は札幌で札幌なり東京で教室を持ってて先生で教えてもらってる間に恋に落ちたとか、はい、そういうストーリーかと思いましたよ。あ、キューバなんですよね。はい、どんな感じで電撃かもね電撃かもしれませんが、あのキューバに行って何をして楽しいかっていうと、ライブを聴きに行くんですよ。毎日毎日、はい、日に3回ぐらいいいライブが聴けるんですよ。本当に音楽の宝庫、はい、うん、でそういうあのキューバ の, あのライブハウス の, あのキャプテンを、ね、していたので、まあ、そこに毎日たまたま行っていて、まあ、そこで出会った感じ。いやそうなんですか、はい、そこで出会ってもう結婚しようと思いました。ビビビと来たんですか。なんかねビビッと来たのかな。あの超遠距離ね、超遠距離だから、うん、遠距離恋愛を長くするのはちょっと大変だから、うん、これちょっと短期でなんかどうするのか決めないとなというふうになんか思ったかも。すごいですね。彼もあの本当に日本に来るんだからよっぽど好きですね。よっぽど覚悟がいったと思います、ね、そうだと思いますよ、うんうん、ね、はい、そんな素敵なご主人もお店に来ると会えますよ。たまにね、たまたまで一緒に踊るとすごく上手になった気がします。あ、楽しいですねやっぱりね。上手ですよね。上手ですね。うん、なんか上手くなった気がしてしまうというね。上手な人、本当サルサは上手な人と踊ると、はい、女性はもう本当に雲の上のような気分に、うん、そうなんですなる。それがもう、麻薬性の感じ。あの上手男子が増えるとですね、私、はい、札幌のこう女子率がまた上がってくると思いますね。そうなんです、はい、女子が元気になってくると女子元気になります。サルサが上手な男子増えてほしいなと私は思ってます。本当です ね, ね、うん、そうなんですよ。札幌が変わりますよ。そうなんですよ。ここまで言っちゃって、ね、何しろサルサは裏切りませんから。はい、そうです。みんな頑張りましょう。そんなわけでちょっとご主人とね一緒にお店を開きました。で今年9周年なんですけれども、ではあの3つ目のキーワードに行きたいと思います。